カフェステラと死神の蝶。松としてどんなのが好みなのか調査します。男の子ってベッドの下とかにエロ本を隠してるんだよね。嘘だ、健康な男の子なら持ってないはずないでしょう。あー、そっか。ならスマホを調査します。人には言えない秘密ありそう。ちょっと指紋貸して、ロック解除するから。